82年組として懲役のデビューを果たし、当時から唯一無二の歌声で多くの人々を魅了してきた中森明菜。年齢とともに歌の内容を成長させるという新人アイドルの戦略を取らず、女性の多面性を表現することを軸とし、ロック、民族音楽、バラードまでを歌いこなした彼女はまさに伝説の歌姫。そんな彼女が作り出した世界観を本日は92名で表現します。それではどうぞ、デザイア。